せば出てくるんで。出てきて何が何も入ってません。何も入ってないんですよ。カプセルに何カプセル開けてみて。いやだ。はい、プレゼントです。令和すごっ。誰のここだけでわかんない。誰の令和。これストレッチタオルにすればいい。ストレッチタオル開けてごらん。なんて書いてんの。うん、すごいでしょ。言語全部書いてんだよ、ね、あ、今までの言語だ。そう、昔の昔って。そして平成令和明治は明治探し、OK、どうしてしょうがない。ねえよ、なんか言うな。臭い。最初はタオルに待って、臭い。はい、すごい。長っ。すごいな。ねえ、明治、あ、明治あった。すごい、現代4つしかないんだね。すごいな。あれ、平成は現代、平成現代っていう括りなのか。何これ。ん、ひどり時代、江戸時代の前にも。あ、そういうことね。ん、何これ。平安時代。どう、たけしない、たけしって書いてるかもしれない。あ、令和の和使ってる。うん、和結構使ってるんだよ。和使ってるの何個あるか予想してみよう。見ないで、うん、和使ってる。え、16代よ確か。16、うん、じゃあ、りの17、く、10、これも入れてね。10、数えます。13、2、これじゃストレッチするときに調べながら。そうだ、読めないと。はい、何でしょう。令和焼きそば。ああ、いいね。あ、その流れだと思ったの。桜めんつゆベースの焼きそばかな。平成めんつゆ、めんつゆ、めんつゆベース、めんつゆベース、めんつゆの味するんでしょ多分。え、まあそうだろうね。うん、なんかさ、めんつゆと天かす使ったおにぎり前やったじゃん。ああ、悪魔ね。あれ好き、うん、あれね。そんな感じじゃない味的に。悪魔の焼きそばな、あ、ひ、これ、うん、ここなんていう、これ、これ、ビビ、これこれ、ひげ、違う違う、これこれ、ひげ、もみあげでしょ。うん、もみあげ、うん、そんな感じ。何それ、もみじ。違う違う、もにとらわれないで、もみあげ。桃にから揚げ。ここを桃揚げ。ここを違う、ここを大人にしてる。書いてる、書いてるね。はい、かき揚げ。はい、みんなの好きなかき揚げちゃん。なんて書いてんの。読んでみて。なんかが読みたくない。なんでなんかが売らない。ペヤング、なんかさ、この後ろにさ、焼きそば書いてあったじゃん。何、おとちょこって。おとこちょ、おこちょ、入れ替え、あと入れでしょ。あとあと火薬、火薬入れ、火薬はそっちに置いて、あとはこの途中で、あとさ、この辺ソース先、ソース先だよ。熱っ。
最新すごいめんつゆの匂いする。美味しそうじゃん。あ、美味しいよ絶対めんつゆは。しょっぱかったりして。なんだっけ、一度ギブアップしたの、しょっぱいって言ったんだよ。なんだっけ、なんだっけ。さ、ちょっとちょうだい、混ぜ、完全に混ぜたの。それって混ぜない方いいと思うよ。完全には混ぜてないよ。混ぜるとカスってさ、あの、やわくなんだよね。やわくなってほしい。いや、カリカリの方いいくない。おまだカリカリだ、うん、どうぞ、はい、いただきます。僕プニョプニョの方がいい。ガリガリ、うん、なんでプニョプニョ。うまっ、うまいね。それうまいと思う。二面ください、うん、いただきます。あ、まだカリッとする。あ、うん、うん、これなんかに、あっ、緑のタヌキに似てる。何それ。なんか、そば、そば、緑のタヌキそば、味そば焼きってなって緑のタヌキ。そっくりこれ。後味似てるか。同じこれ。本当だ。美味しい。美味しい。美味しい。めっちゃうまい。飽きたな。カルビ行きたい。ね、キュウリって栄養ないんでしょ？ん？キュウリ。栄養？あるの？ないってことはないもんよ。特に。特にありませんってことはないんじゃないの？キュウリだと何かな？キュウリ。ちょっとキュウリ単体で食べることないでしょ。合う？単体でそのまま。うん。ないかな。ないでしょ。何かに入ってるでしょ。何かと一緒のあれですよ。脇役。キュウリって主役になることあんまないよね。ないね。付け合わせみたい。なんかお子様セットについてくるおもちゃみたい。ああ。そうだね。別にいらないよって。なくてもあっても。あ、でもキュウちゃん、キュウちゃんは好き。うん、うん、キュウちゃんは好き。タルタルしてんじゃねえよ、うまい。ん？タルタルしてんじゃねえよ。わかる。辛い？え？タルタルしてんじゃねえ。何？タルタルしてんじゃないねえよってやつ。わかる。何言ってんの？キュウリには関係ないわ。タラタラしてんじゃねえよ、うん、そんなおかしいあんの。あるよ。タラタラしてんじゃねえよって。よっちゃんの、よっちゃんの白い殻を、うん、よっちゃんは知ってる。よっちゃんの上でなんかタラタラしてんじゃねえよって書いてある。で、何味なのそれ。激辛。あ、食べたい。僕食べても美味しかった。買ってくるか。うん、いいよ。いいよ。てか、あるよ。うちに。うん、どれ。あ、こっちにはないけど。どこにあんの。あっち。あっちあっち、うん、っ。え、知らない。ちょっと、え、知らない。うん、めっちゃ田舎って好きなんだよ。おいしいもんね。うん、なんで音に紹介してくれないの。え、知ってるかなって思って。知らない。知らない。食べたい。うん、だったら後で持ってきて。うん、熱い。熱い。
しかも早いね。焼きそば食べたいなと思う。たらふくね。何パック？なんで焼きそば屋さんってないんだろうね。ね。あの、お店はあるけどね。焼きそば屋さんなんていうの？カルビ広場みたいな。だから店員さんが来てね、ご注文お決まりになりましたでしょうかって。でこの味噌焼きそば一つと、味噌焼きそばつくね一つ。で味噌ソースキャベツ焼きそば四つに。どんだけ頼む。焼きそばソーダ四つとか。なんでそういう感じの焼きそば屋さんがないんだろうね。ルンルルン点数はないの。ああ音的にそれちょっと食べただけで8点。8点。いや9点。ちょっと食べただけでも昨日10点。ちょ全部食べたら10点なんじゃない。そうマー君はマー君なってるか。マー君何点っていうか10点っていうのもいい。うん、10点。そうリノも10点。いっせーので。10点前も。うん。でもお得10点だから。一番好きかもしれない、うん、なんか好きなやつがどんどん入れ替わっていく。10秒以内に今まで食べたペヤングの味5個喋ってください。待って、はい、待って待てない。10イカスミ8、7、6、5、4、3、イカスミしか覚えてない。パクチー、はい、ね、印象に残ったのはそこなんですよ。だからパッと思い出せるのは、ね、イカスミ、パクチー。パクチー嫌いだ、パクチー嫌いだって言っても、ね、やっぱそういう嫌いなものがこう思い返されるわけです。普通にこういう美味しいのは絶対さ、また思い返せない、忘れちゃう。美味しいから。逆がいいね。普通だから。それも人間も同じ。逆がいいね。